6秒77。3着宮内和也君大正大高校大阪6秒78。以下ご覧の通りです。正式結果をお待ちください。いよいよトラックレースは最後となります。男子ナショナルチャンピオンシップ 60m 競争の決勝を残すのみとなりました。ドーハ世界陸上 4×100m リレー銅メダリストの多田修平君、予選ではトップタイムの6秒63を出しています。4レーンを走ります。そして白石きらら君、多田君からドーハではバトンをもらった白石タイムを叩き出しています。日本歴代5位の記録、それに100分の1秒と迫る好タイムです。今年のレースもまた期待できますね。素晴らしいレースを見せてくれました男子ナショナルチャンピオンシップ 60m 競争決勝は多田。男子ナショナル3回目にアンダー20室内新記録である15m72を飛んで現在4位、伊藤陸斗君6回目。近畿大工業専攻生伊藤陸斗君、15m23 です。ナショナルチャンピオンシップでもトップに立ちました伊藤陸斗君、そして先ほど自身が更新したアンダー20日本室内新記録をさらに繰り上げました 16m23 です。出まして室内龍馬君、1回目の 15m83 で現在4位。パーソナルベストは最も良い記録の山本龍馬君。続いては茨城陸橋山下祐樹君、3回目に 16m ちょうどをマークして現在順位は4位、山本祐樹君、茨城陸橋6回目。6回目は 15m89、 本日最も良い記録は山下光平君、2回目に 16m10 をマークしている山下光平君、逆転なるか。
橋さん、浩平くん、6回目。最も良い記録16メートル10です。30分以降準備が整いましたら握手会1階北ホールレストラン前を見て行います。参加で